皆さんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと、すんちゃんチャンネルのすんちゃんです。ゆかすん夫婦です。はい、今日は何について話していきますか？今日ですね、前回な、前回にすみませんね、一応謝ります。男だけ考えてさ。あ、そうだね。そう、私あちらの女の子の仲間を考えてなかったの。そうだから、あの女性の方から、うん、たくさんの韓国人男性と出会える方法を教えてくださいっていうコメントが多々あったので、今日はその日本人女性が韓国人男性と出会える方法についてお話ししていこうと思います。はい、それでは1つ目、前回なあのスタバを話したから。そうだね。いや、もちろんスタバ行かなきゃね、皆さん。本当それが当たり前、ね。うん、そこ行ってまず本をね、一個持ってって、大きい韓国語が書いてる本を持ってってこうそう置いといて、韓国語勉強する感じで、でこの動画見てね。そうだね、カフェしかないの、自然になんか出会えるの。もちろんすごい可愛くてすごいかっこよくて、そういう人たちらはもうちょっとなんか楽と思うけど、例えばね、今見てる日本人の女の子仲間たちらは、もし私の顔で髪長く感じだったらね、それはすごい残念だからね。でもいけるよ。女の子が先に行くのはむずいと思うですね。あの声かけるのが、そうどうかな。そうだね、なんか今の時代まあどっちでもありだけどさ。そうなの。でもまあ緊張はするよ、ちょっと。まあ難しいっちゃ難しいよ。まあ行けたら、最初に行ってくれたら本当にありがとうございましたけどね。オッケー、声かけたら。いや、逆に嬉しいやろ。待って、皆さん、じゃあ、うん、行ける方は自分から声をかけける感じ。そうそうそう、なんかこうやって行かないでね。やだ。カルチャー受精よ。私の顔で髪の毛長かったらこういうのはダメなのね。気をつけてください、皆さん。それでは2つ目。2つ目、まあ一緒だけど、うん、そのタグを頑張ってつけましょう。あ、そういうことか。おめでとうございます。おめでとうございます。タグをつけたら、はい、まあ、この間私たちの動画で、うん、韓国人の男性の方、このタグをね、あ、うんうん、げた女性に、まあ、メッセージを送るなりアピールをしてみてくださいっていうことを言ったので、はい、そうですよ。ぜひこのタグを使用してあげてみてください。うちらすごい日本と韓国をつなげようって頑張ってるね。うちらぜひ口説をお願いします。でもこれ一個は本当にお願いがある。何？なんかまずね、すいませんって言ったら、何ですか？こういうのはやめて、もうちょっと優しくしてください、男には。あ、韓国の男きついですよ。本当に韓国の男は軍隊もいてさ、うん、もう本当にかわいそうなの、韓国人だから。韓国の男にはちょっと優しくしてください。もちろんね、まあいい人ばかりいるんじゃなくて、まあ、悪い人もいるけど、だいたいうちらの仲間は本当に優しいですから。ここで動画を見てて勉強してて、あっ、そうやってやったんだ、すんちゃんありがとうねとか、そういうと仲間ばっかりだからね。かわいそうも、かわいそうも、本当にね、男も女の子の手もつながってることない人ばっかりなの。今すごい見て、私のことなんでこんなしてんのとか考えてる男もいっぱいいると思うけど ね、 ね、ちょっと優しくしてあげましょう。ちょっと分かった、なんか声かけてもらったら、いやいや、違う。これは強敵だな。大丈夫かなそれ。なんで、あ、いいよ。どこ行くの。違うか。そう、だからこういう感じじゃなくて、ちょっと、あ、はーい、これやったらちょっといける感じね。もしね、本当に嫌いだったらもう最初から言ってください。もうそういう期待をあげんじゃなくて、すみませんでした。すみませんでした。最初から言えね。ほんでなんか、あってやって、うん、あ、そうなの、あ、そうですね、あ、ちょっと期待させといて、そう、あ、でも嫌いとか、でもお前臭いとか、そういうのは後で言うんじゃなくて最初からやったら諦めるのも早いし、ちょっといいと思います。なるほど、うん、ありなしははっきりとして
ただ声かけてもらった時は優しくっていうことだね。 それをやってみましょう。はい、はい、それでは3つ目、3つ目これか韓国に大丈夫首韓国に、ね、そう関連したアルバイト先を見つけて、うん、そこで仕事をしてみましょう。うまいうまいうまい。うちらもねそうやって、そう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 、はい、あの、はい、私たちもまあ職場恋愛で発展したケースなので、やっぱ韓国人の人に会いたいってなったら、その韓国人の人がいる環境に行くことが一番じゃないですか。なの でそこに飛び込んでみるっていうのはすごいおすすめです、うんうん、私自然にまあ別に彼氏とかじゃなくても友達できると思うし、そしたらその友達が紹介してくれたりとかもすると思うから、うん、一番自然に出会える方法かなと思います。いいっすね、本当にこれは本当にいいと思う本当そう、なんか知らない人とネットでとかじゃないじゃん、会って仕事しながらいいなって思ったらアタックできるわけだし、アタックアタックごめんねアタックしましょうね、みんな。こちらの今なんか3個目とか言ったんですけど3つ目、3つ目なやっぱり全体的に言ったら、はい、動きましょう。そうだね、うん、そうなの、行動に移す、行動しよう。でも本当に行動したらそれぐらい変わるんですから。確かに、ずっと待ってて、うん、私に誰かかけてくれないかな声とか、私の顔なのにね、それはダメだよで最後おまけで、私前ソウルでアルバイトしたことがあるんだけど、はい、その韓国人と日本人の交流会みたいなのって本当にいっぱいあるのね、はい、でそういう交流会に参加すると、うん、本当に自然に出会えちゃうと思います。結構カップルになった人いっぱいいたから。お前もいたんかい。いや、いたんじゃない、私はあのサービスする人。なんでサービスするの？それでもお金かお前はだってバイトだもん。そう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 、今 1,2 回とかだけど、でそういう交流会たくさんあるから、思ったよりもなんかそういうのをネットで、うんうん、例えば日本韓国交流会とか、うんうん、Google 先生とかね、ググったらいっぱい出てくるし、それは日本でも韓国でもたくさんあると思います。なのでそれはいいと思う、うん、だからそれも自然に、まあ別にアルバイトまでちょっとなって思う人はカジュアルにそういう交流会に参加してみてもいいと思います。いつかはなんかチラがね契約して、うん、あそうだね、なんかコメントで、あいいね、すんちゃんすんちゃんすんちゃん仲間でしょとか言ったやったら、ちょっと5人5人のうわっおもろそう、これもなんか確かに、いつかは、まあ、そうだね、いつかはできたら面白い、そうだね、はい、はい、そんな感じの、はい、今日は前回の動画に続いて、はい、日本人女性が韓国人男性に出会う方法っていうのをご紹介していきました、はい、まあ、もしこれ見てる韓国人男性の皆さん、いい方法あったらコメント欄で私たちにも教えてください。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターとチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、また明洞で会おうね明洞で会おうよ。バイバーイ。